やっと試験に受かったと喜び勇んで歩く並木道。はい、どうもみんなの気になるチャラノです。今日はごめん、すいません、あのな、昨日ツイッター見られとる方は今日あげるって言ったことがあったんだけど、東大阪のトラックターミナルのな、待機車両周辺のな、待機車両問題と東京ゲートの0時またぎのあの渋滞のやつなんだけど、それを今日なメディアに対して腹が立っとるけ、ボロンチョンに言うたろうかな思って、万覚悟で言うたろう思ったんだけど、さらに今日腹が立つことがあったんじゃ、ほんまの。もうな、あのこれはな、もうわしの動画で何遍か、いや一遍かな、一遍動画で言ったことなんだけど、もっぺんちょっとこう重複するようになるかもわからんのだけど、その内容言うんだ。レイちゃん、よう聞いとってよ。なぜ並走するんだって、ほんまに。あのな、これはな、一緒の運転手さんからももう一遍も言うたってくれと、もう散々言われとって、それ忘れとってわしら、忘れとって、うん、で今日わしがされたから、今日わしがされたん言うんが、まあその結局こうビューと高速走ってました。わしがこう左車線を走ってました。ほんなら右から名古屋プレートの悪魔がバッシューン来たんよ。わしの前ヒュッと入る、わしの前な、わしの前入ってスピードグッと緩めるんよ。なんじゃこいつだと思って、これはわしのアンチかな思って、なんじゃこいつだと思いながら、まあ追いつくわな、どん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 追いつくわけ。ほんならもう70ぐらいまで落ちとんよスピードが。うーわ、だるいと思って右ウインカー弾いて右車線からマクロを持ってビューン行ったんよ。並走してくるけ、スピード上げての、もうびっくりするっけ、永遠こっちがの平での排気かけてスピード緩めた後ろな、瀬戸中央道じゃったっけ、後ろから車強らんかってな、わしの後ろも平だけ排気かけて80まで緩めた、それまで90でぐーっと踏みっぱで行きよったんだけど、80まで排気かけて緩めたら、それに合わせてまた緩めやがってのよ。いいよ、なんじゃこいつはと思って、もうじゃけ結局もう70までわし落としたブレーキ踏んで後ろおらんかったっけ、平で左に戻りましたと。ほんならビューン行くんよ、なんじゃこいつはと思って、あのな、その点、高速、あとの、高速の合流、レジャーさん聞いとる？高速、本線わしらがこう走ってました。ずーっと。はい、高速から合流しますよね、合流。なあ、レジャーさん。レジャーしてずーっと並走して走るの、あるやめなさい。ほんまに。あのな、トラックの特性としての、まあ、会社それぞれだけど、まあ、ベタ踏みで走れる人。リミッターがな、ついとるからトラックって、90以上出ませんよ、と。まあ中には出る人もいるの、わしらこう何も色出ねえけど100キロ落ち込んでるけな、そういう人もまあでも90以上はリミッターが効いて出ませんよとな。ほんなら会社によっては80キロまでしか出せませんよ、85キロまでしか出せませんよな。はたまたオートクルーズわかる、レジャーさん、オートクルーズ言うたらな、一定のスピードでアクセルを踏まんでもスーッと勝手に動いてくれる装置、オートクルーズな。それで走りおる人もおられるわけな、燃費がいいからな、そうやって走りよるわけよ。それをなんで並走してくるんだって。大手さん、やこやったら80キロ、85キロ。それでもやっぱりな、合流してきたら、こう右出て、避けてあげるわ。ほんなら80ぐらい、それ以上大手さんは出せれんのじゃから、車速が決まっとる人は。緩めるしかねえんじゃから。ほんならな、前言った時に、ほんで緩めてほんなら、スピードブレーキでも踏んで後ろ入りゃええが、戻りゃええがって言う人がおったんよ。やってみ。高速の追い越し車線でな、後ろが繋がっとる状態での、ブレーキ踏んでの、左戻ってみ。なんで、高速で、ブレーキを踏まないか、踏まずに運転するか。渋滞の起こる原因は何でしょう、事故の起こる原因は何でしょう。一人がブレーキを踏んだら、後ろがブレーキを踏む。そのまた後ろがブレーキを踏む。連鎖よ。それで渋滞が起こったり、事故が起こったりする。まさか追い越し車線で100キロ近いのにブレーキを踏めるか、言うた。の。いや、ほんまよ。それ分かってくれってね、じゃあ。合流してきたんだらバシューンと言ってくれ。合流してきてバシューンと行きながらハザード叩いてくれるレジャーもおるぞ。気持ちええだな、ほんま。おーおーおーおおってなるよ。ほんまに。人昔前ならな、ほんま前も言ったけど、幅寄せでもしてな、オーラッパーならしてもぐる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 行きよったけど、今な、SNS 言うのが怖いから、僕。みんな怖いはず。みんな我慢しとるはず。やりてえけど。すぐ拡散。SNS に上げられて拡散されたらもうアウトじゃっけ。それ分かっとってレジャーはやれよんか。ドラレコがついてますよ。なんかされたら、SNS にあげたらええ。グレーな感じで思うとんか。はたまた、状況がほんまに分かってねえんか。トラックの特性がな。リミッターがついてそれ以上出ませんよと。まあ、例えば、レジャーが合流してきました。本線、右コーナー、トラック避けました。ずーっと並行して走る。このレジャーからすれば、
なんでトラックアクセル踏んでもっと早いって前に入らんのって、そう思われとる方ももしかしたらおるんかなっていう、そういう疑問が湧いてくるよな。そういうのちょっとな、まあ、今回4000人登録者が突破したから、中にはもうトラック乗りじゃないレジャーの方やからもおるじゃろうから、なぜ並走するのか、はたまた分かって並走しとるんか、分からず並走しとるんか教えてほしい。それと並走もそうじゃけど、さっき言ったがチンタラチンタラ走るのまくろうとしたらスピード上げて並走する、通称なこれをのまくられたくない病を発症するレジャーがおるんじゃ。まくられたくない病っていうのがあるらしいあるらしいんよ、トラック業界の中では。まくられたくない病はなぜ抜かそうとしたトラックをスピード上げて前に入れさせないのか。あのな、これはな、交通ルールがどうのこうのもう関係してくるんかわからんけど、トラックに関わらず乗用車でも抜かそうと思う意思があって右に出ますよと、な、それを並走してカバーするっていうことはアウトじゃんの。抜かしたいっていう意思があって右に出とるものは前に入れさせ抜かさせないけんけ。多分多分抜かすとねえのにな、右出るやつはおらんけの。わかるはずなんよな、あの高速の合流でな、レジャーが合流してきても合流するのにミラーを見ずに高速の本線へ合流してくる O1 号はおらんはずやけ。ミラーを見ながら合流しとったら後ろのトラックが追い越し車線避けてくれたのが必ず見えるはずなんよ。それはわかっとるはずなん、絶対。まあそこからの話な、わざとしょおるんかわからずしょおるんか、それ教えてくれの。一番困る事案じゃけ、頼むけな。レジャー何歩でも踏みやスピードが出るんじゃけ。まあ前のバイクのすり抜けもそうじゃけど、まあお互いな、今この忙しい時期でバタバタしょおるからイライラしとる、でも運転手なんか我慢しとる。今日でものちょっと大きい事故があったけ、3人ほども通行止めなっての、画像もちょっといろんなとこから飛んできて見たけどな、ひどいことなっとるけ、ぜひ運転手さんももうちょい乗り切ろう、もうちょいもうちょい乗り切ってな、良い年越しにしてな、来年またバリバリ稼いでください。もうちょっと頑張りましょう。レジャーもな、今わしがこう話した意見が賛同の方はな、どん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 拡散していってくれりゃもっとお互いが走りやすくなるんかなと思ったりするということ、よろしくバイネル。肩にセーターと下ろしたてのバスケットシューズ、髪を翻し駆け上がる校舎。